あなたの意思決定が世界を作る意思決定コンサルタントの下村拓司です。今日は私の2021年宣言の対話を松本直美さんにお願いしました。松本直美さんにはすでに2021年宣言ビッグバン教育の対話をお願いしました。その時にこちらの方の対話もいかがでしょうかというふうにお願いをいたしまして、今回の対話となりました。では松本直美さん、自己紹介をお願いいたします。はい、松本直美と申します。私はオルタナティブスクールの講師をしております。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初、私の2021年宣言を朗読しますので、お聞きください。私が世界に望むことは、すべての人が幸せであり続ける地球です。しかし現実は差別、貧困、飢餓、自死に象徴される貧富の差の拡大が止まりません。そして地球環境は人類の生存を脅かすほどまでに破壊されています。いかにしてこの現実は作られたのでしょうか。それは一人一人が自身の意識の中、独自の世界観と言語体系を持っていることを忘れてしまって、意見の衝突をコントロールできていないからです。時間に迫られた場面では、どちらかが相手に強制しているように見えたりします。この場面は支配非支配の関係に見えるのかもしれません。では現実を変えるために私たちができることは何でしょうか。それは意識の謎を解明して、すべての人が意識をうまく扱えるようになることです。そうは言っても意識の解明って難しいですよね。そこでこんなアイデアを考えました。次世代の人工知能に意識のモデルを実装して、人と同じように考えられることを実証します。私が開発する人工知能はパーソナル AI です。この AI を使う人が AI の計算結果を採用するか否かを判断します。 AI の使い方を決めるのは人です。 AI が社会を支配することを危惧されていらっしゃる方もいるようですが、私はそのように社会を運営することには反対をします。それは私だけでなく、すべての人が望まれることだと思っています。AI は人が作ります。完璧ではない人が作るので、作った AI も完璧ではありません。こう考えられるので、AI が出した答えもいろいろな人から情報収集するのと同じレベルとして扱わないと、望んだ未来を手にできないと私は考えています。AI が暴走するかもしれないという危惧はあるでしょう。リスクマネジメントの一例は、 AI の挙動がおかしいと判断した人がコンセントを抜いたら、その AI が止まる仕組みにすることです。 AI を使って意識を説明可能にしますので、全ての人が意識を自由に扱って自分をうまく表現できるようになり、私と公の均衡を取り続けられる社会システムを一緒に作りませんか。大人の時間ではなく、子どもの時間でもある社会システムを一緒に作りましょう。以上が私の2021年宣言です。このですね、私の宣言に関しまして、まずはですね、感想を聞かせていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい。意識、私もその意識のレベルというのを上げて、もっと人々が疎通できるようになっていくことが問題解決に、まあ、今の地球上の問題解決にとても必要なことだと考えてきましたので、その部分とても下村さんの考えに共感しています。で、それを
新しい人工知能、そのネクスト AI ですか、に託すというところらへんが、ちょっと普段馴染みがない、何でしょうか。AI というのはよく聞くんですが、あまりそういう世界のこと詳しくございませんので、そこら辺の話を聞いてみたいなと思いました。はい。ありがとうございます。お尋ねになりたいことは、ええ。AI のことなんですか？それいとや、も、意識の。そうですね。意識のレベルを上げると言いますと、何かこう、意識のルックス表ですか、パワーかフォースかという本にあり、有名な本にありましたけど、なんか意識レベル20の8のレベルから、ね、センルクスの、悟りの部分まで、意識のレベルをこう明るさに例えて表にしたものがあるんですね。ありますね。私、すみません、詳しくそれは存じ上げないので、ええ。ええ。そういうふうに分類されている方がいらっしゃるというこそうと。いうことですね。ええ。そういうのが私の頭にはパッと浮かびましてですね。わかりました。ええ、それで、それは伝統的なこう修行の中で、悟りというと、修行の中で、こう人間関係の中でこう磨きながらというイメージなんですが、それを AI にというのが、すごく意外でしたね。で、そこですね、こね、の2021年宣言の中にある意識と AI の関係性につきましては、ですね、AI を作るっていうところの発想から、私がですね、自分と同じように考えられる人工知能を作ることを考えたときに、私自身が意識を持っているので、私が持っている意識を AI に実装するっていうんですけどね、同じようにな状態を作ると、コンピューターの中に。で、私が持っている意識と同じ状態のものをコンピューターの、中に作って、で、私と同じように考えられるような、プログラムを、そこに書いていくっていうことによって、私と、同じように考えられる人工知能が、作れるんじゃないかというふうに、仮定をしたので、その部分に関して、文章には、意識と AI について書きました。で、先ほどその松本さんが、意識にはレベルがあるっていうふうに、お持ちになられたんですけど、多分その意識の定義がですね、これ私もいろんな方と意識について、議論をしてきたんですけど、研究者の方ともはしてるんですが、意識って定義されてないんですよね、科学的には。科学的には、今の、これまでの実験的な手法ではですね、多分、いろんなその物理とか化学とかで証明されてたような、証明方法で、意識が解明されたとしても、それはですね、私が定義する意識とは違う意識っていうものになると考えてます。で、今ので、松本さんがお知りになりたいことの答えにはなってますか？そうですね。ちょっと一つちょっと違う、違う？どうぞ。新しい感動があったんですけど、言語体系が違うってこの間前提でおっしゃってた、そこかと。意識という言葉自体も、その科学的定義なしとないおっしです。ゃったことがね、意識というと、私の中では、多分デビッド・ホーキング博士でしたか、なんかそういう方が本を書いてらっしゃって、で、その本
が結構有名ですのでね、なんかそう、意識というともうそんなもんだみたいな、私の中の経験の中の言語体系ですよね。はい、がところが、その下村さんがおっしゃってる意識とは違うんだということに、はい、今気づかせていただきましてですね、はい、はい、そちらの方で、ああなるほどと、こうやって言葉を紡ぎ合わせて、共通の言葉を作っていかれるのが下村さんのやり方なんだなということを、はい、一つ理解させていただきました。で、そうですね、先ほどその私の疑問は、その意識というものの、その違いをあまり何かこう精査せずに、ただ漠然とその意識が AI のね、訴状に乗っかるんかなみたいなことを思ってしまったんですが、はい、まあ、そこの意識自体が違うんだなということです。今の部分だけ聞き直すと、なかなかね、理解しづらい対話になってるかもしれないですね。そうですね。で、下村さんのようにですね、土台がですね、8歳の時にみんなの幸せを願った、はい、でそういう下村さんと同じような、みんなの幸せを願えるような意識レベルの高い AI ができるんでしょうかという新たな疑問が。その AI の話が、まあ、しばらく前から出ていてですね、まあ、古い映画とかでは、まあ、AI が人間を支配するっていうのって結構ありますよね。特にそうですね、映画で多くの人が見てる映画の中では、まあ、そういうそのストーリーのものが多くてですね、はい、でそれはその AI をどう作るかっていうところにかかってるっていうのは、ずっと、まあ、その映画を見、映画を見た時からずっと思っていてですね、でそういう映画をいくつも見ながら、じゃあこういう世界にしないためには、まあ、どうしたらいいんだろうっていうふうに、まあ、考えてたんですね。はい、で、その意識の前に、その人にはたった一つの行動原理があるっていうふうに、思っていたので、うん、そのたった一つの行動原理って、何だろうっていうふうに、子どもの頃からずっと考え続けてたんですね。はい、で私の探究の仕方っていうのは、まず自分の中にあるはずだと思うわけですよ、そういうものってね。で自分の中にもあるし、で、あるタイミングからそれはそのビッグバンっていうのが宇宙の始まりにあったということを知ったので、うん、そのビッグバンによって物質はできましたと、はい、いうのが人類の仮説になってますから、その人も物質からできていると、うん、いうことは、そのビッグバンを起こした原理が私のですね、たった一つの行動原理、一番最初にある原理っていう意味ですね。まあ、原理は一つなので、うん、私の言語体系では原理の次に出てくるものは全て法則っていうふうに呼んでるんですけどね、うん、はい、でその、ビッグバンを起こした原理っていうものがあると、でそれをね、それをそのまあ公式になるかアルゴリズムになるか、まあ、はたまたそれとはこれまでね、その誰もその使ったことのないような、概念になるかもしれないんですけど、まあそれをその説明可能な状態にして、それを AI にね、搭載することができれば、そこで、その人を支配するっていうこと自体が、私の中では人が人を支配するっていうこと自体が、うん、それはそのたった一つの行動原理に反していることだっていうふうに、ん、感じてるんですね。はい、なぜならば、それって不幸な状況を作ってきてるっていうのをもうみんな知ってるからです、うん、人類はね、うん、だからそういう状況は不幸な状況を作ってきてるっていうのを
が分かってながら、それを解決できないから多分、うん、まあそういう映画がねできるんだろうなっていうふうに、うん、考えたんですよ。はい、なので、その AI にその原理をですね、その働かせるようにプログラムすれば、うん、AI から返ってくる反応っていうのは全て、その支配と非支配をなくしてしまうような反応が出てくるはずでしょうと、うん、そうすれば AI がね人類を支配するっていうことって、うん、まあ、自分それをやらないことだって自分が決めてるので AI 自体がね、まあ、そうはならないでしょというふうに考えました。はい、これで答えになってますか？はい、またなんかこう講義していただこうと思ったら1週間ぐらいかかりそうですね。いや、私が理解するにはもう1年か2年か3年ぐらいかかりそうですので。なので、これは前回ね、対話をお願いしたビッグバン教育の方に、まあ、まあ、軸足が、はい、まあ、ある話になるので、だから、ということになります。はい、他にちょっと質問したいことがあったんですけれど、はい、はい、お願いします。それ質問させていただいていいですか？はい、一つは大人の時間ではなく、あ、はい、子供の時間で回る社会システムで、ちょっと私には全くイメージわからなくて、どのようなことをおっしゃってるんですか？まずですね、その今の社会はその大人の時間に子供が合わせてるっていう社会だというふうに私は考えてるんですけど、松本さんどう感じてらっしゃいます？まあ合わせてる、まあ、子供というとあまり時間関係なくですね、もうやりたいことをやってますね、うん、で大人にね晩ご飯ですよとか呼び出されたりまあそういう意味で、まあ、確かに、まあ、それをシンプルに言い表すなら大人の時間に子供が合わせてますよねっていうふうに私も思ってるんです。はい、で、今の社会ってそのさっき言われたみたいに子供は時間感覚なくですね、はい、まあ、自分がやりたいことをやり続けたいと思ってるんだけれども、うん、まあ、それを制限せざるを得ない状況があるじゃないですか。はい、ありますね。それはなぜだと思います？そう、まあ、資本主義のスタートからでしょうね。今イギリスのねエンクロージャーとかなんかちょっと高校時代に習ったことがパッて思うかんで、ああ、その独立自営農民という方たちはまあ本当に自分の中の時間でね自由に生きていたけれども、まあ、工場労働というのが始まってまず開発されたのがベルであったみたいな。でそれでこうなんかベルに合わせて行動することをまずはしつけられたというか、うん、そういうようなお話をパッと今思い浮かべたんですけれど、だから それ以前は結構自由だったかもしれない、ね、私ね、そのエンクロージャーっていう言葉知らないんですけど、エンクロージャーっていうのはどういうことなんですか？囲い込み、囲い込みという意味で、独立自衛農民が独立自衛農民のままだったら、うん、工場労働者にはならない、そんな嫌なことしないので、うんうん、ここはここから入るなと、今までこう自然の中でこう職を得ていた人たちを排除して、うん、はい、囲い込み運動という名前、エンクロージャーっていうのはね、うん、囲い込み運動ということだったと思うんですが、うん、土地から排除して、うん、とにかく工場で働いてお金をもらわなければ食べていけないという、うん、人為的に飢餓の状態に追い込んで、はい、でそこから
労働者を育成というんでしょうか、みたいなことを高校のなんか歴史だったか現代公民だったかはいはい、なんか結構私ね歴史好きだったんですよ。で公教育もそういうね時計に合わせてこう自分の中のこう欲求ではなく、うん、人の欲求に合わせながら動きつつ、なおかつこう才能は、ま、能力はまあその時代は工場だったんでしょうかね、うんうんうん、ブルーカラーの労働者を作るみたいな話が浮かんできてしまったんですけどね、うん、私の中では私もそうだと思いますよ。資本主義で回っている社会っていうのは今松本さんがおっしゃったような、時間を管理されるっていうかっていう社会にならざるを得ない社会だったから、歴史があったからだとは思っています。はい、もう一つその今のお話をお聞きしたいことがあるんですけど、エンクロージャーの前、はい、独立自由農民っておっしゃいましたっけ。独立自営営む、ね、独立自営農民ですね、で、はい、独立自営農民の方は、土地持ってたんですか。いや、もう私はその文章を覚えてるだけで詳しいことは、いやだから前提は土地持ってたんですよね。で、そう、土地を囲い込んだというか、土地をその入ってきちゃダメだってしたって説明されたので、従来持ってそこでこう循環、食べることの循環、住むことの循環をしていた人たちを、まあ、独立自営農民と呼んで、でその方たちを排除していったというような。それはその土地ってもともと農民の方々が持たれてたのに、はい、奪ったっていうことなんですか。そういうことですよね。でそういうことが可能なのかどうかは、ね、なんですが、まあそう、今の下村さんのお話聞いてパッと浮かんだのが、そういう歴史でちょっと、うん、まあ、受験勉強で丸暗記した知識が一秒ポッと出てきてで今そう問いかけられて、なんと浅はかな知識だろうみたいな。ああ、分からない。じゃあそこはもうね、そのご専門の方に、研究者の方に聞けば分かることなので、まあ、そこは別にここで議論の対象ではない、はい、ここまた私も調べておきます。本当に、はい、一旦聞きたいと思います、はい、で、で何を説明したらよかったでしたっけ。それで大人の時間ではなく子どもの時間で回る社会システムっていうふうに、はいはい、ね、どうしたら可能なんでしょうね。ですね、それは、その2021年宣言の中で、まあ、私と同じように考えられる人工知能を作るというふうに、うん、まあ、書いてあってですね。で、まあ、みんながね、意識を自由に扱えるようになる社会にしていきませんかと、まあ、呼びかけたんですね。で、それは、まあ、自分をうまく表現できるようになるっていうことがあってですね。で、それを、まあ、その前提としては、先ほどご紹介していただいた、まあ、全ての人が幸せであり続ける地球を実現するというふうに考えたときに、何をね実現すればそうなりやすいかって思った結論の一つに、働かなくてもね、その生きるための労働がなくても安全安心に暮らせる社会にねすればいいじゃんって思ったんですよ。で、まあ、そういうふうなことを思ってから AI の開発に入ったのか、うんうん、AI っていうのをどう使うかっていうふうに、思った時に、うん、そこに使えそうだっていうふうに結びついだったのかどうかは、うん、最初の時点はどっちが先かっていうのは思い出せないんですけれども、うん、まあ、そこは結びついたんですね。で、まあ、基本私と同じように考えられる人工知能ができると、多分人類は家事と労働から解放されるはずなんですよ。それをうまく使いこなすことができれば、はい、でそうすればそのお金の問題は、それってお金をね、例えば日本だったら日本の円を
どういう目的で発行して何に使うかっていうことは、まあ、国民の合意の上で、作っていけることなので、うん、お金の問題はね、はいはい、だからそこにベーシックインカムをね組み合わせれば、でさらにその自動化、全部ね、日常生活に必要な製品やサービスの生産をもう機械がやりますとなったら、はい、まあいや社長一人でそれができるじゃないですか。はい、で社長一人でできるんだったらもうそれって国有化すればいいじゃんって思うようになったんですよ。で国有化するとそれがね故障した時修理する人がね、はい、いないのはみんなが困るから、それは学校教育で、社会工学っていうね、はい、あの教科を作って、そこで、まあ、自分たちの身近な日常製品を、はい、ね、製品やサービスを自動的に生産してくれる、まあ、その提供してくれるロボットってどういうふうにして作られているかっていうことを、まあ、知りですね、でそれが故障したら直せるようになっとくっていう、はい、国民の側がですね、うん、まあ、そうなれば、ベースは、まあ、国家国が管理するというものの、うん、先ほど言いましたけどね、うん、私の何十に考えられる人工知能があるんであれば、うん、そこの管理の大部分も、まあ、人工知能が担えるような社会を、うん、まあ、作ってですね、人はそれがうまく、その設計した通りに動いているかどうかっていうのを、まあ、チェックすればいいっていう話じゃないですか。はい。っていうふうにすると、まあ、みんながですね、楽になるし、まあ、みんながその子供の時にその夢中になったことをやり続けられる社会になりそうだなと。はい、あ、いいですね。ちょっとワクワクしますね。そうなんですよ。私も早くそうなってほしいなと思うんですけど。はい。で、まあ、そういう話をしたときに、今ね、今大人の人たちって、そうなったらね、人は何やるんだっていうふうなことを心配されるわけですよ。でも多分、そういうふうにね、おっしゃってる方も、実は子供の頃は、なんかご自身で夢中になって、面白いと思ってやってたことがあるはずなんですよね。でも、まあ、いつの間にかですね、それをやらなくなるような、生活に入られてですね、で、まあ、要は生きるための仕事が、まあ、楽しければ別にその機械がねそれをやりますよって言っても、まあ、やることになると思うんですよ。それを面白いからやると、機械になんかねこの面白さを奪われるのは嫌だと思われたら、それは自分、それをご自身されることになると思うんですよ。でも、そこが生きるための労働として位置づけられて、長年ね、ずっとそうされてこられた方は、その自分が夢中になれるものを、その時点、今の時点でね、持っていないとすると、持っていないから、そういうふうなね、質問されるんだろうなっていうふうに、今思ってます。でも、私はですね、多分今そういうことをおっしゃってる方も、まあ、何か、まあ、見つけられると思いますし、まあ、対話自体ね、人と話をするっていうこと自体、まあ、私自身は面白いと思っているので、だからそうなるとね、みんな多分その、まあ、自分がやってることで役立つ、誰かの役に立てば、立つんであればそれを、まあ、提供しますよっていうのがまず一つ考えられることで、で、まあ、自分がこの人となんかね話してみたいなとか、この人がやってること自分をやってみたいなっていうふうに思う人がいると、多分その人のところに行って、まあ、そういう話をしたり、どうやってやればいいんですかっていうその関係性になってくると思うんですよね。っていうふうにして、まあ、結果的には人ってやっぱり、人との交流は求めてるので、何らかの形で
そういうその共同作業みたいなことって、その残ると思ってます。うん、でさらに、まあ地域でね、うん、そうするとわざわざその通勤列車に乗って、うん、電車に乗って1時間も2時間もかけて会社に行く必要もないんで、やっぱり地元で過ごす時間が増えますよね。で多分あのね、子どもの教育、その地域の子どもを、まあ、育成していくっていう、そういうところに多くの方が関わるようになるんじゃないのかなって考えてます。でそういうふうな社会になっていくと、結局大人はですねの側も何かに強制されて、その強制に合わせて時間を使うっていうことがなくなり、うん、やっぱり子どものね、子どもがその自分がやりたいことをやり続けられるような社会 を作っていこうと思うと、その子どもがそのまあ要はその大人の手助けなくそれができるようになるまでは、うん、結構その大人の側に負担がかかる気がするんですよ。うん、だから、そのお父さんお母さんだけじゃなくて、まあ、地域の方がですね、子どものそういうあの、誰に助けてもらうこともなく自分がね、うん、面白いと思うことをやり続けられるようなパーソナリティ、うん、はい、主観を身につけるまでは、うん、やっぱ大人の支援が必要だと思うので、うん、まあ、そこに皆さんはですね、関わることになるというふうに予測してるんですよ。はい、はい。っていうことは、子どもの時間でもある社会じゃないですか。なるほど。っていうのは、まあ、その宣言の中で、まあ、詳しくはね、書かなかったんですけれども、うん、要は、その意識をうまく扱えるようになるっていうことがもたらすものとして、うん、まあ、一つのですかね、シンボルですね。うん、そして今そのアクセック、その生きるために働いている社会っていうのを、はい、そんなの早くね、自動化して、まあ、国有化してですね、はいはい、要はその国民の財産みたいに考えて、なるほどね、うん。で、故障なくずっとその動いてくれたらですね、はい、みんな楽なわけですよ。そうですね。うん、だからそういうふうなその自動生産のシステムにしてってですね、うん、でいやそれね、多分ね、日本が一番先にできそうな気がするんですよ。おお、だって決めればね、決めれば、ああそうなんですね、決めればね、でもし作れたら、まあ、それってそのままそっくりいろんな国にあげますよって言えばですね、言い始めると、まあ、それ自体がもう外交戦略になるんじゃないのと僕は思うんですよ。あとはその人の側がね、やっぱり人間関係をどういうふうにあの結んでつないでいくかっていうのは、要はその課題であり続けることには変わりないので、はい、まあ、そこがやっぱりさ、その意識を自由に扱えるようになるっていうそのカリキュラムによってでしかですね、私の中では解決法ないなって思ってるんですよ。なので、まあ、意識のね、謎を解明するっていうことは、今松本さんにご説明をさせていただいた社会を実現するためには、まあ、必要なことだっていうふうに考えているので、でそれを示したのがあの2021年宣言になります。はいはい、あとね、その今ちょっと話題変わってしまいますけど、もう一つ質問していいですか。はいはい、あの今のね、地球のいろんな問題の根本がこう貧富の差であるような、はいはい、ね、表現には、あ、私が受け取ってしまったんですけれど、考えてますよ私。あ、はい、考えてます、はい。まあ、なんか、まあ、地球の今の問題として、
地球環境のことだとか戦争だとか貧富の差だとか、なんかずらーっとこう同格に並べられていることもこの世の中で多いですが、下村さんがもうその根っこが貧富の差であるというふうに考えられているところらへんを伺いたいんです。まず貧富の差がですね、なぜ起きたかっていうことは、先ほど松本さんに教えていただいたイギリスで始まったエンクロージャー、それですね。で、さらに遡るならば、その狩猟の時代、狩猟社会から農耕社会に変わったときに、最初はそうじゃなかったと思うんですけど、そのうち、その収穫物をですね、誰かの意図で分配するっていう社会に多分移っていったんだと思うんですよ。で、狩猟時代の時は、これね、多分そうだっていうふうに思っているのはですね、実は数年前に見た NHK のその BS のドキュメンタリーの一コマがあるんですね。そのドキュメンタリーっていうのは、現代人の鬱を、4回にのシリーズものとして放映したもので、で、確かアメリカの鬱の研究者の方だったと思うんですけど、その鬱をですね、アンケートによって点数化するっていう研究をされたと。で、それも世界のいろんな地域に行って、そのアンケートを取ったらしいんですよ。でね、たった一箇所だけ、鬱がない地域があったと。で、そこに、カメラが行って、その地域の人たちのね、生活を、記録してたんですけど、それがね、狩猟民族なんですよ。で、村人が全員で狩りに出ると。で、獲物は平等に分ける。だから、平等に分けてるっていうのをみんなが分かってるから、結局、誰かから評価された結果としてね、他の人よりも自分は評価されなかったっていう状況ってそこにはないんですよ。で、番組の構成でね、で、その、いや、その、そういうのが鬱がない地域として、分かったという事実から、要は狩猟の時代から農耕の時代になってっていうふうな説明があって、で、食料をね、分配するようになったと。要はそこで、リーダーに当たる人が現れてきて、リーダーの裁量によって、その収穫物を分けるっていう、社会システムにね、移行していったっていうことだと思うんですけど。その先にあるのは先ほどのエンクロージャーじゃないですか。なので、一つは、貧富の差の拡大が地球環境に影響しているっていう、その地球環境に影響している前に、そういう状況がまずできてるということですよね。で、そういう中で工業製品を生産するっていうことが、先ほど言われた、資本家がですね、飛んでいく一つのメインの手段に流れになったわけですよね。工業製品の生産には必ず天然資源という原料が必要なので、天然資源を消費して製品を作るっていうマクロのサイクルで見ると、そういうことが地球の上で行われ続けてきたっていうことです。で、結果的にその日常生活に必要な製品を作るのにも天然資源を原料としてね、作るっていうことが行われてきて、で、日常生活に必要な製品が十分あってですね、例えば日本では食料が廃棄されてたり、アパレルのね、服が大量に廃棄されたりしてるにもかかわらず、結局さらに物欲を刺激して新たな消費を生み出そうとしているんですよね。そうです今ね。は、その物じゃなくてことだっていうふうにして、その消費の対象を、物を消費するんじゃなくて、経験を
細菌を消費するっていうか、うん、まあ、そういうふうには変わってはきてるんですけど、はい、まだ、物欲を刺激するっていうことは、うん、まあ、残っているので、うん、であとはそのいわゆる文明国って言われている国の生活をその、まあ、これも見方によってはその製品を持っている側の、国がですね、うん、まだその製品が普及していない国に対して、うん、まあ、供給を したいと、うん、それはその国が、まあ、富を集積する目的があるっていうにも、まあ、見えなくはないんで、うん、まあ、いらないって言ってるところに買え買えっていう風な構図をね、うん、もしかしたら作ってるかもしれないなって思ってる、うん、で、まあアメリカが過去やってきたことは、まあそういうふうにも読めなくはないなって思ってるんですね。はいはい。結果的に、その、別になくても、要は、満ち足りた生活をしていたような人たちに対して、物欲をね、喚起させて、はい、で、欲しい欲しいっていう状態になって、はい。はい、で、まあ、その、その物質社会っていうか、を、まあ、世界中にね、広めていくっていうことが、あったと、うんうん。で、それが、要はその地球の再生能力以上に天然資源を消費した、続ける経済システムを、まあ、人類が作ったというふうに、私はもう、考えているので、でそこが貧富の差の拡大っていうのが、まあ、地球を破壊する原動力になった。うん、原動力はだから原動力は要は人よりもいい暮らしをしたいっていうことですかね、もしかしたらね。でそれも圧倒的にいい暮らしをしたいって思う人がいたんじゃないです、うん、いるんじゃないですかね、まだね。あ、まあ、そこも意識の ところに戻ってきますね。人よりもいい暮らしをしたいという意識。うん、うん、そうですね。まあ、ね、そこはね、僕はもう意識のレベルのでは説明しないんですけどね。あ、欲求ですね。あ、欲求ね。はい。意識と欲求は切り離してるんで。ああ、そうなんですね。はい。はい、うん。あ、ありがとうございます。で、お分かりになりました？分かったつもりにはなってます。はい、だから簡単に言えば、要はほらあれですよ、ね、金の卵を産むダチョウとかニワトリの話ってあるじゃないですか。はい。で、そのまああれを例えるのは難しいかもしれないんですけど、要はその金の卵を産むニワトリを殺してしまうとですね、もう金の卵って手に入らないですよ、うんうん、で要は金の卵をね殺してはないんだけど、はい、どんどん弱めるようなことをやってるっていうイメージですかね。あ、金の卵がこう地球というようなニワトリですか。ニワトリが地球ですね。あ、ごめんなさい、ニワトリが地球で、はいはいはい、金の卵が、まあ、要はその天然資源から得られる、うん、ふうにまあ、考えると、うん、殺してはないんだけれども、うん、どん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 その鶏がその弱るようなね、なるほどね、やり続けてるっていうふうに例えることができるかもしれない。ああ、そうですよね。で、なぜ弱り続けるようなことをするかっていうと、人よりもいい生活をしたいから、うん、っていうふうに思ってる人が一人でもいると、で、ほら、機械化していくと、うん、どんどんそれがやりやすくなるじゃないですか。とかそのね、インターネットを使ったビジネスも結果的には、うん、そうなりやすくなるわけですよ。うん、でどん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 まだそのニワトリを弱め続けているのが、うん、あったから SDGs っていうのは、ああ自分たちがその金の卵を産むね、ニワトリを読めてたっていうことに人類が気づいたから、うん、殺してしまう前にね、うん、殺してしまうと自分たち生きれなくなるから、
だから、まあ、鶏を元気になってもらわないとねって。うん、っていうふうな、あの、何、童話にすると分かりやすいかもしれないですね。あ、今のこの、貧富の差と気球、地球環境の関係を説明するのは。なるほど。うん、うん、で、説明になってますか？まあ、例え話としてはね、分かりやすいかもしれませんね。ただその金の卵を産む鶏の細胞が私たちかもしれない金の卵を産む鶏の自身があ、そういうふうにか、なるほどね、鶏自身が我々ってことね、我々ですよね、鶏を弱めている人たちがいるってことね、で、鶏を弱めている人たちも我々ですよね、あ、そういうことね、鶏やってるってことです。鶏の一部ですよね。私たちはそれって。それね、さらに言うと、がん細胞ですよね。鶏の中にできたがん細胞ですよ。ああ。弱めているのは鶏自体を。ああ。なるほど、ね。物欲ですよね。だから。物欲ね。あ、物欲ががん細胞だと。ああ、なるほど。物欲というがん細胞ができてねって。怖いですね、物欲。物欲コントロールしないと。本当コントロールしないと。はい。はい。よくわかりました。わかりやすい例え話ですね。はい。二人の合作ですね。鶏、金の卵を産む鶏の細胞が我々で。ああ、はい。物欲でね。物欲でもう自分をコントロールできなくなった人が癌細胞です。なるほど。でも人間の中にありますね。私の中にもきっとね。まあなんかあの。私の中にありますよ、多分。でもね、もうね、私ね、通年もう物欲ね、なくなってますね。あらっていうのは、はい、ね、例えばランボルギーニに乗りたいなって思ってますよ。でも、ランボルギーニを持つ必要はないって思って。ああ。乗れればいいと。なるほど。はい。それは体験してみたいなっていうだけであって。ええ。ランボルギーニもね、まあ乗ったら楽しいと思うんですけど、もしかしたら5回も乗らないうちに、もういいやって思うかもしれないじゃないですか。はい、そうですね。そんなふうに考えてます。なるほど。あ、なるほど。うん、そうですね。だから本当に着る服も家には3着ぐらいあればいいのかな。飽きたらね、またその飽きた服を交換してね、で家では3着だけで、いいです。向こう側にもう膨大なあの服があるっていう、選び放題の、いいですね、うん、そうすればそういうふうな社会になっていくんじゃないのかなって思うんですよ。で、そうですね、うん。一旦作ったものはできるだけね、長く使えた方がいいっていうふうに思うから、はい、その昔ですね、長持ちする、ね、製品を、作るのは、儲からないじゃないかって言った経営者が いたらしいんですけどね。まあ、そういう経営者もいなくなるんじゃないのかなって思うんです。はい。まあ、本当そういう方向に舵を取っていかないともう危ないですよね。そうなんです。今みたいに大量生産、大量消費でゴミを作ってたらもう、そうなんです。ね、危ないですね。はい。ええ。ありがとうございます。はい、あと何かありますか？あとはそうですね、あの、まあ、なんとなく分かった気になってきたんですけど、私と公の均衡を取り続けられる社会システムという、はい、まあ、そこら辺、ちょっと私と公の均衡という、まあ、どういう意味か。まあ、あの、これ、先ほどの中でも説明をした、まあ、物欲をいかにコントロールできるかっていうところにかかってる気がするんですよね。ここの私と公との均衡を取るっていう。はい。で、その未来少年コナンっていうアニメはご存知です？ああ、
知らないですか。いや、題名もですし、キャラクターは浮かぶんですが、あんまりこう真剣に 見たことなかったんです。アニメのストーリーの中で、インダストリアっていう、まあ、その工業のね、はい、島と、ハイハーバーっていう農業の島があったんですけど、それ覚えてらっしゃいます？覚えてらっしゃいません？いや、もう全く内容に関しては、はい。じゃあ、ムーミンとアンパンマンってわかります？ムーミンとアンパンマン、うん、はいはい、は見てましたね、はい。で、ムーミンとアンパンマンはこの私と親系の均衡が取れた社会の私のイメージなんですよ。おーって言うと理解していただけますか？ムーミンとアンパンマン、まあムーミンなんかね、牧歌的なね、なんか好きでしたけど、アンパンマンと共通点あるかみたいな。あるかって。アンパンマンとムーミンは、要はなんか、いたずらっ子とか悪役にあたるキャラクターも、はい、見るんですけど、排除しないんですよね。はい、ああ、うん。ほうほう。いくらいたずらとか悪いことをしたとしても、出てけっていうシーンはないんですよ。おお。うん、どちらも。っていうのが、まあ、私のそのムーミンとアンパンマンの見方っていうか、っていう、まあ、感想を持ってまして、はいはい、で私と公の均衡を取るっていうのは、まあ、今の説明は、説明ではちょっとうまくつながらないかもしれないんですけど、それが実現している社会のイメージとしたら、ムーミンとアンパンマンなんですね。で要は私が強すぎるキャラクターが、要は意地悪したり悪いことをね、はい、まあ、するキャラクターだったり、はい、で、まあ、公っていうのは、まあ、そういうそのキャラクターの、まあ、キャラクターも含めて、そのみんなが、まあ、暮らしていけるっていうか、はい、社会っていうイメージですね。うん、で、はい、先ほどのシェアリングエコノミーの、先ほどシェアリングエコノミーの話をしたんですよね。エコノミーってわかります？まあ、わかりますか？日本語に訳すとどうなるんでしょうかね。例えば、分かっちゃう経済エコノミー。いや、例えばですね、民泊ってありますよね。はいはい。あれはホテルじゃなくて普通の民家が、うん、自宅を宿泊のために利用してもいいですよと。あと、はい、日本ではないんですけど自家用車、ね、自家用車も使ってない時に使っていいですよと、はい、お互いにそのシェアをすると、はい、なるほど、そこにお金は発生するんですけど、うん、でもそれをその、業者からその同じものをサービスを受けるとか同じものを借りるっていうよりは安く借りれるっていうような仕組みの経済なんですよ、はい、だからその SDGs を考えた時にも、はい、ね、物を持つっていう文化では、うん、要はその天然資源を消費しないとそれが実現できないから、うん、必要な時に必要な人が使える状況に社会がしていくことができれば、はい、まあ、その範囲での天然資源の消費になるので、はい、だから、レンタルサイクルもそうですよ。レンタサイクルか。うんうん、はいはい。そうですね。で、今の、今だから日本の社会が、その、私と公の均衡を取るって、いう変化を起こしていく一つの姿としたら、私はシェアリングエコノミーがどんどん広がっていくっていうことじゃないかなって思いますね。はい、特にもう空き家がね、どんどん増えていくっていうふうに言われてるのご存知です？ああ、増えていってるらしいですね。だからその空き家対策を仕事にするコンサルタントもいるくらい、今空き家がどんどん増えていってる。おー、はいはいはい。だから、まあ、要は建物も多すぎ、多すぎるような感じですね。はいはい。そうですね。
だからあとは土地ですよね。土地が、はいはい、その先ほどのエンクロージャーの、ね、前後の話でちょっと質問させてもらったんですけど、ね、フランスってね、今どうか忘れたんですけど、私が社会科で勉強した時はね、フランスではね、土地はね国有なんですよ。おお、はい。なんです。で、土地をだから私有物にするといろんなこと大変ですよね。まあ、で、あとは結局その土地を担保にしてお金を貸すっていうやり方を、うん、まあ取ってきたんですけど、うん、それってどうなのかなって思うわけですよ。うん、それってお金をね貸す側も土地を持ってるか持ってないかだけで判断できるじゃないですか。うん、お金貸す貸さないっていう。はい。だからそうじゃなくて、やっぱりその人の事業とかがね、将来性があるかないかとかっていうところの、評価基準をね、結局その持つことができないわけですよ。そうですね、はい。着目すると、そうすると、うん、その事業の将来性がどうかっていうところに関して、まあ新しい事業を起こしたいっていう人に対してね、アドバイスとかする能力自体が社会に蓄積されないので、うん、なるほど、うん、っていうのが私と公の均衡を取るなんですけど、うん、お分かりになってできました？いや、分かったとは言い切れないけど、うん、この上どう質問しようかみたいな、まあ、それってね、もう日本の人は多分持たれてるっていう気もしますよ。だからその例えば、災害が起きたりした時に、日本人の行動がね、海外に暮らしとか、あとはワールドカップ、はい、ワールドカップがあった時に、はい、でその現地で拾って帰ったと、はい、で、あ、なるほど、まあ、そのロッカールームがねこんなに綺麗だったっていうのがインスタでね、はい、まあ、その世界に配信されるぐらい、うん、そういうその行動自体が、お、人たちと違うって、はい、なので、あ、なるほど、だから、うん、そのあえてこういう表現をしたときに、はい、まあ、できてる人はあのどういうことなんだろうっていうふうに思われるのかなって思ってます今。おー、はい、あ、なんとなく、はい、わかりました。ありがとうございます。はい。はい。はい、あの、他に何かなければ、お時間ももうそろそろか。あ、そうですね。はい、いや、あの、下村さんが構想されているそのまんまの社会が実現したら、本当に幸せな世の中、はい、この地球上のね、すべての、ええ、はい、生きとし生けるものが幸せになりますね。というふうにね、自分では思ってるんですよ。だからこれを皆さんに知っていただいて。でも、うん、そういう方向に動いてますし、はい、ベーシックインカムの話もね、もうすでにもう議論されてますしね。そうですね。あとはだから大きなところは貨幣制度なんですよね。貨幣制度と、あとまあ銀行、先言いましたが信用創造っていう、まあ、銀行がね、お金を出すっていうところに、はい、まあ、貨幣の仕組みがあるので、うん、貨幣制度自体をどういうふうにして変えていくかっていうのが大きいのと、まあ、技術的なブレイクスルーですね。技術的にさっき言いましたけど、本当に私と同じように考えられる人工知能が本当にできれば、早くできればね、はい、いいと思ってる。早くできれば、あの、早くそういう社会が、はい、ああ、なるほどね、はいはいはい、じゃあ、あとなければ、はい、今回の対話、はい、ありがとうございました。まあ、今回もなんかもう本当にワク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 しますね。思います。そういう明るい社会を目指してちょっと走っていきたいですね。はい、じゃあ、はい、対話の時間を取っていただきまして、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。またたくさん学ばせていただきました。じゃあ、録画は一旦こちらで終了したいと思います。はい。じゃあ、どうもありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。失礼いたします。